トミー・ハンターはアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨークメッツ所属。愛称はツータオル。野球の傍ら5歳から柔道も習っており、11歳と12歳の時には2年連続で全米王者に輝いている。 テキサスレンジャーズ時代2007年の MLB ドラフト一巡滅移保でテキサスレンジャーズから指名されプロ入り2008年8月1日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー2009年7月3日のタンパベーレイズ戦でメジャー初勝利を挙げこの年は最終的に9勝を挙げた2010年は脇腹を痛めて6月スタートとなったがそこからの8連勝を含む 自己最多の13勝を挙げ、レンジャーズの地区優勝に貢献した。しかし、プレーオフでは、地区シリーズ、リーグ優勝決定シリーズ、ワールドシリーズで1試合ずつ先発して、0勝2敗、防御率5.56と振るわなかった。2011年も先発ローテーションに入る予定だったが、開幕前に足の付け根を痛めて前半戦の3ヶ月を欠場。 7月に復帰したが、先発陣には、アレクシー・オガンド、デレク・ホランドらが対頭していたため、ハンターはブルペンへと回された。ボルチモア・オリオールズ時代2011年7月30日に、上原浩二とのトレードで、クリス・デイビスと共にボルチモア・オリオールズへ移籍した。オリオールズでは再び先発を任されたが、防御率は前年より悪化した。一方で、 よし9率1.59は自己ベストだった。2014年1月17日にオリオールズと300万ドルの1年契約に合意した。前年オフに抑えのジム・ジョンソンが移籍したため、開幕からクローザーとして起用されていたが、5月に救援失敗が続き、セットアッパーに復帰した。この年は60試合に登板して3勝2敗11、セーブ、防御率2.97、 45奪三振を記録した。オフには日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年1月12日にオリオールズと465万ドルの1年契約に合意した。2015年7月31日にジュニー・ウォールレイクとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。 2016年2月12日にクリーブランド・インディアンスと1年200万ドルで契約を結んだ。8月25日に FA となった。インディアンスでは21試合にリリーフ登板して2勝2敗、防御率3.74、ホイップ1.20という成績だった。2016年8月28日にオリオールズと契約した。オリオールズ復帰後は12試合に、 リリーフ当番した。勝ち星こそなかったが、調子を上げて、防御率2.19、フィップ2.90という高数値をマークした。2016シーズン合算では、33試合のリリーフ当番で2勝2敗、防御率3 1 8 8球23奪三振、ホイップ1.27という成績だった。オフの11月3日に、FA となった。 ハンパベイレイズ時代2017年3月1日にレイズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加し3月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年は61試合登板で3勝5敗1セーブ防御率2.61ホイップ0.97とリリーフの一角として活躍を見せたオフの11月2日に FA となった。2017年12月15日にフィラデルフィア・フィリーズ・ニッパット・ネシェックと共に2年契約で移籍した。2019年のオフに FA となったが、2020年2月12日にフィリーズと単年契約で再契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年2月14日に ニューヨークメッツとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月25日に一旦自由契約となるが30日に改めてマイナー契約を結び直した。シーズン開幕後の5月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。